自民党総裁選に青山繁晴氏が出馬する理由、知っていますか？今回の動画では、日本の政治に一石を投じる青山繁晴氏の動向に迫ります。まずは彼の総裁選出馬の背景について、その意図がどこにあるのかを探ります。彼が抱く日本の未来への強いビジョンと、派閥に縛られない独立した立場が、どのように日本の政治に影響を与えようとしているのか、その核心に触れます。しかし、問題はそれだけにとどまりません。彼が抱える最大の敵、それはメディアです。青山氏の出馬に関する情報を意図的に無視し、国民からその存在を隠そうとする報道機関の姿勢は、果たして民主主義にとって健全なものなのでしょうか。メディアが沈黙を守る中、彼の訴えるメッセージがどれほど重要であるかを再考する必要があります。さらに、沖縄問題に対する青山氏の深い洞察も見逃せません。沖縄戦の歴史がどのように歪められてきたのか、そしてその歪みが現在の沖縄の状況にどのような影響を与えているのか、彼はこの問題に真剣に向き合い、日本全体が直面している安全保障の危機を鋭く指摘します。そして最後に、青山氏の政治哲学の根幹をなす家庭教育の重要性について考察します。現代社会で忘れ去られつつある家庭教育が、どれほど私たちの価値観や行動に影響を与えるか、そしてその倫理観を政治に持ち込むことで、青山氏がどのようにして他の政治家とは一線を画しているのかを探ります。この動画では、青山繁晴氏が直面する課題と、彼が見据える日本の未来について深く掘り下げます。果たして彼の主張が日本の政治にどのような変化をもたらすのか、ぜひ最後までご覧ください。それでは、青山繁晴氏の自民党総裁選出馬の意図についてお話ししましょう。青山繁晴氏が自民党総裁選に出馬する意向を表明した背景には、日本の政治に対する強い危機感と改革への意志が垣間見えます。青山氏は現状の政治に対して鋭い批判を持ち、特に派閥に縛られない自由な立場を生かし、日本の未来に対するビジョンを明確に示しています。この出馬表明は単なる個人の野心から来るものではなく、青山氏がこれまで一貫して掲げてきた日本を変えるという強い信念に基づいています。青山氏が目指すのは、既存の政治体制に依存せず、国民のための政治を実現することです。彼は、派閥の力学にとらわれることなく、自由に自らの政治理念を貫くことができる立場にあることを強調しています。これは、現代の政治においては稀有な立場であり、その点で青山氏は特異な存在と言えるでしょう。彼がこのような立場を取る背景には、現在の政治体制に対する深い不信感があります。特に自民党内の派閥政治や既得権益に縛られた現状の政治構造は、青山氏にとっては改革の対象であり、乗り越えなければならない壁と見ています。彼はこうした構造を打破し、真に国民の声を反映した政治を実現するために総裁選に挑戦しようとしているのです。また、青山氏が強調するのは、現在の日本が直面している多くの課題に対する危機感です。彼は、これまでの政治がこれらの課題に対して十分に対応してこなかったことを痛烈に批判しています。特に、国際情勢の変化や国内経済の停滞、社会保障制度の行き詰まりなど、日本が直面している問題は山積していますが、現行の政治体制ではこれらの問題に対する解決策が見出せないと考えています。青山氏は、こうした問題を解決するためには、従来の方法ではなく、新しいアプローチが必要であると訴えています。彼の出馬は、その新しいアプローチを提案し、実行に移すための第一歩であると位置づけられています。青山氏が掲げる改革のビジョンは、国民のための政治を実現するための具体的な提案であり、そのためには総裁選において勝利し、総理大臣として自らが指導力を発揮することが不可欠だと考えています。このように、青山繁晴氏の総裁選出馬の意図は、現状の政治体制に対する強い批判と、それを変革するための強い意志に基づいています。彼が目指すのは、真に国民の声を反映した政治の実現であり、
そのためには従来の政治の枠組みを超えた新たなアプローチが必要であると考えているのです。青山氏の出馬はまさにその変革への一歩であり、彼の政治家としての真価が問われる瞬間でもあります。次は青山繁晴氏が指摘するメディアの対応と民主主義の危機についてです。青山繁晴氏が自民党総裁選に出馬する意欲を示したにもかかわらず、主要メディアがその事実をほとんど報じていない状況には大きな問題が潜んでいます。特に NHK をはじめとする公共放送が青山氏の出馬に関する情報を無視し、彼の存在をあたかも消し去ろうとするかのような態度をとっていることは、民主主義の根幹を揺るがす危機的状況といえます。民主主義の根本は国民が自由に情報を得て、その情報に基づいて判断を下すことにあります。しかし現在のメディアの姿勢は、国民が得るべき重要な情報を意図的に隠蔽し、一部の候補者に偏った報道を行うことで国民の判断を歪めています。青山氏のように派閥や既得権益に縛られない独立した政治家がこうした報道機関から排除されることは、国民の知る権利を侵害し、民主主義そのものを危うくする行為です。さらに問題なのは、この情報の偏りが意図的であるという疑念が生じている点です。青山氏は既存の政治体制に対して批判的であり、改革を掲げる人物です。そのため彼のような存在がメディアから無視されることで、既存の権力構造が守られているのではないかという疑問が生じます。もしこれが事実であるならば、報道機関が中立的な情報提供者であるべき役割を放棄し、特定の勢力に加担していることを意味します。こうした状況はメディアに対する信頼を大きく損ねるものであり、結果的に国民の政治への関心を低下させることにもつながります。情報が偏り、特定の候補者や意見が過剰に取り上げられる一方で、他の候補者や意見が黙殺される現状は、健全な民主主義の発展を妨げる重大な問題です。青山氏が指摘するように、この状況は民主主義の危機と言っても過言ではありません。国民が自由な議論を通じて政治を判断し選択する機会が奪われていることは、民主主義社会において最も避けるべき事態です。特にメディアがその役割を果たさず、国民に対して公平で包括的な情報を提供しない場合、民主主義の基盤そのものが崩れてしまいます。次第に多様な意見が排除され、最終的には権力に都合の良い情報だけが残る社会が形成されてしまうでしょう。このようにメディアの偏った報道は民主主義の危機を引き起こす要因となり得ます。青山繁晴氏のように既存の権力構造に対してことを唱え、改革を提唱する人物がメディアから黙殺されることは非常に危険な兆候です。メディアが真に国民のために機能するためには、公平で中立的な情報提供が求められますが、現状はそれが達成されているとは言い難いのです。次は青山繁晴氏が語る沖縄問題に対する見解についてです。沖縄の問題は日本の中でも特に複雑でデリケートなテーマです。歴史的背景から国際的な視点まで多層的な問題が絡み合う中で、青山繁晴氏は沖縄の現状に対して強い危機感を抱いています。彼が提起するのは、沖縄戦の歴史に対する認識の見直しと、それに基づいた現状の再評価です。まず青山氏は沖縄戦の悲劇に焦点を当て、その記憶がどのように歪められてきたかについて指摘します。沖縄戦では多くの民間人が犠牲になり、戦後の復興にも長い時間を要しました。しかしその中で戦争の記憶が一部の象徴的な事実に偏ってしまい、多くの重要な側面が見過ごされてきたと彼は述べています。特に戦後の教育やメディアによって、沖縄戦が一方的な視点から語られることで真実が歪められ、結果として沖縄の人々が不当な扱いを受け続けている現状があるというのです。さらに青山氏は現在の沖縄の地政学的な重要性にも言及しています。彼は沖縄が日本の防衛において非常に重要な位置を占めているにもかかわらず、その現状が十分に理解されていないと感じています。特に中国の影響力が強まる中で、
沖縄の防衛力が脆弱化している現状は、国全体の安全保障にとって深刻なリスクをはらんでいます。青山氏は、この点について、日本政府が沖縄の防衛を強化し、国民全体にその重要性を認識させる必要があると訴えています。また、沖縄における米軍基地の問題も、青山氏にとっては見逃せないテーマです。基地問題は、沖縄の人々にとって大きな負担となっており、その解決には時間がかかっています。しかし、彼は単純な基地縮小や撤退を唱えるのではなく、国際情勢を踏まえた現実的な解決策を模索する必要があると考えています。沖縄が日本の防衛のようであることを前提に、米軍基地の在り方を見直すことが、沖縄と日本全体の安全保障にとって最善の策であると彼は主張しています。しかし、このような現実的な視点が、国内外で必ずしも支持されているわけではありません。青山氏は、沖縄の問題が政治的な争点として扱われる中で、真に沖縄の未来を考えるための議論が十分になされていないと感じています。特に、基地問題に関する議論が感情的になりがちな中で、冷静な視点から解決策を探ることが求められているのです。青山繁晴氏の沖縄に対する見解は、単なる地域問題にとどまらず、国全体の安全保障や歴史認識の問題として捉えられています。彼の主張は、沖縄の過去と現在を正しく理解し、その上で未来に向けた具体的な行動を取るべきだという強い信念に基づいています。沖縄の問題は、表面的な解決策ではなく、根本から見直す必要があるという青山氏の姿勢が、今後の議論に大きな影響を与える可能性があるのです。次は、青山繁晴氏の家庭教育の重要性と政治哲学についてです。青山繁晴氏が語る家庭教育の重要性は、彼の政治哲学とも深く結びついています。彼は、家庭教育こそが人間の基本的な価値観や倫理観を形作る原点であり、その上に立って初めて社会全体の健全な発展が可能になると考えています。この考え方は、彼が自身の経験を通じて得た確固たる信念に基づいています。青山氏の家庭教育に対する考え方は、決して表面的なものではありません。彼は、自らの家庭での教育が、彼の人生における最も重要な基盤であったと強調します。彼の家庭では、祖先から受け継がれた武士道の精神が、日々の生活の中で実践されてきました。それは、単に礼儀や規律を重んじるというだけでなく、人のために生きるという深い倫理観を子供たちに伝えるものでした。青山氏は、家庭で教えられたこの精神が、彼を現在の政治家としての道に導いたと述べています。しかし、現代社会において、このような家庭教育の重要性が軽視されている現状には、大きな問題が潜んでいます。特に都市部では、共働きの親が増え、子供たちが十分な家庭教育を受けられない環境が広がっています。家庭の中で親から受け継ぐべき価値観や倫理観が欠如することは、社会全体のモラルの低下につながる危険性があります。青山氏は、このような状況に強い危機感を抱き、家庭教育の重要性を再認識する必要があると訴えています。また、青山氏の政治哲学は、この家庭教育の延長線上にあります。彼は、政治家としての役割は、国民の代表として行動するのではなく、国民の代理として、その声を真摯に受け止めることだと考えています。この代理という概念は、彼の家庭教育に根ざしたものであり、人のために生きるという考え方から来ています。彼は、自己の利益や名誉を追求するのではなく、国民全体の利益を第一に考えることが政治家の本分であるとしています。しかし、このような考え方が、現代の政治の中でどれほど実践されているでしょうか。青山氏のように、真に国民のために行動する政治家は少なく、多くの政治家が自己の権力や利益を追求するあまり、国民の声を無視する傾向にあります。青山氏がこの点で他の政治家と異なるのは、彼が家庭教育で培った倫理観を実際の政治に持ち込み、それを実践しようとしている点です。このような青山氏の姿勢は、現代の政治において非常に貴重なものです。
しかし、その一方で、彼のような政治家が少ない現実は、社会全体の課題を浮き彫りにしています。家庭教育の重要性が忘れられ、個々の倫理観が薄れていく中で、青山氏のような政治哲学を持つ人物がどれほど必要とされているかが、今後の日本社会において大きな課題となるでしょう。ここまでご視聴いただき、ありがとうございます。今回の動画では、青山繁晴氏が掲げる政治観と、それをメディアがどのように扱っているのかに焦点を当てました。彼が持つ強い信念と日本を変えようとする情熱は、多くの人々に支持されていますが、同時にその姿勢がメディアによって隠され、変更された形で伝えられている現状があります。これが、私たちが直面している民主主義の危機の一端だと感じざるを得ません。また、今回注目した若狭氏の動きも、青山氏の政治的立場に対する支持の広がりを象徴しています。かつて小池氏を支持していた若狭氏が、なぜ青山氏を応援するに至ったのか。その背景には、青山氏が示す真摯な政治理念と、既存の枠にとらわれない自由な立場があるのでしょう。これまでの政治家とは一線を画す彼の姿勢に、多くの人が共感を覚えているのです。私自身も、青山氏の主張や行動を通じて、今の日本政治に必要なものが何であるかを深く考えさせられました。特に、彼が強調する家庭教育の重要性と、それがもたらす倫理観の育成は、現代社会において見直されるべき課題の一つだと感じています。政治はただの権力闘争ではなく、私たち一人一人がどう生きるかという姿勢に深く結びついているのです。視聴者の皆さんも、ぜひこの動画を通じて感じたことや、青山氏の政治観に対するご意見をコメント欄で共有していただければと思います。あなたの意見が、さらなる議論を生み出し、日本の未来をより良いものにする力となります。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。